慣れていないと右手を使って巻きがちなんですけど見た目が美しいですねおはようございます幸せに生きると書いてコウですはい今日はですねある食材を入れるだけで卵に出汁を封じ込めてふわとろの出汁巻き卵を作ることができますはいそれでは早速 作っていきましょうそういえば、白い卵と赤い卵の違いは分かりますでしょうか一般的なイメージとしては、白い卵に比べて赤い卵の方が高価で栄養価が高くて濃厚で美味しいというようなイメージですが、実は同じ環境や同じ餌で飼育した場合、卵の殻の色によって栄養や味はほとんど変わらないということが研究結果で分かっています。品種改良が進んでいるので例外はありますが、基本的に白い羽の鶏から白い卵が生まれて、茶色い羽の 基本的に赤い卵が白い卵より高い理由は栄養や味が白い卵よりも優れているからではなくてシンプルに茶色い羽の鶏の方がたくさんの餌を食べるからその分売り値を高く設定しないといけないからになります。茶色い鶏を明るい場所にいる時間を長くした場合殻の色が薄くなって短くした場合濃くなったりします。生活環境によって卵の色が変わるのは卵を目立ちにくくして外敵から卵を守るために に身につけた鶏の能力になりますちなみに茶色い羽の鶏の卵が赤いのはプロトポルフィリンという色素成分を分泌するからになります基本的にこの色素成分は白い羽の鶏には含まれていませんちなみに卵黄の色も餌によって濃くしたり薄くしたりとコントロールができるようになっていますカロテノイド色素が多く含まれているパプリカなどの餌を加えたりすると卵黄の色が濃くなったりします卵の SLM などのサイズは農林水産省 卵の基準で卵の重さによって決められていますボールの下に濡れ布巾などを敷くことによって滑らずに安定して作業することができます卵は出荷される前に殺菌剤を入れた温水で洗浄した後にさらに紫外線殺菌をしていたりするので基本的に細菌やウイルスなどの食中毒菌を殺菌しているのですが100%処理しきれているわけではありませんですので卵の殻にサルモネラ菌が付着している場合がありますそれを踏まえた上で食材が入っているボウルなど などで卵を割ってしまうと殻が入りやすかったりサルモネラ菌などの食中毒菌が付着している場合がありますので台などで割ってから入れるようにしていきますちなみにサルモネラ菌は熱に弱いので60度で15分の加熱もしくはそれと同等に加熱をすると殺菌されると厚生労働省で発表されていますこんな感じでホイッパーを動かせながら混ぜると空気が入って泡立ってスフレみたいになってしまうので泡立てないようにホイッパーをボールの底につけながら 黄身と白身が一体化するまでしっかり混ぜ合わせていきますなんで泡立てないように黄身と白身が一体化するまで混ぜないといけないかと言いますと卵は卵黄と卵白で成分が違ってきます農林水産省で発表していますが卵黄の成分は約50%の水分と約30%の脂肪と15%のタンパク質で構成されていて卵白の成分は約87%の水分と12.5%のタンパク質で構成されていますまずは成 成分から考えてみると、実は卵黄と卵白に含まれているタンパク質は種類が違ってきます。卵白のタンパク質はアルブミンとグロブリンと言われる成分が入っているんですけど、このアルブミンとグロブリンは空気を抱え込みやすいという性質を持っています。つまりお菓子を作る時に使ったりするメレンゲで想像していただけるとわかりやすいんですけど、あれは卵白をホイッパーで混ぜて卵白の中に空気を入れたら、卵白に含まれているアルブミンとグロブリン、つまり卵白のタンパク質 がが空気を抱え込んで無数のの泡ににによってて膨張ししたものがメレンゲになりますそれに対して卵黄の成分は脂脂質、つまままり脂肪、脂が含まれています脂はタンパク質が作り出す気泡を潰してしまう性質を持っています。デザートを作るときにボールに油とかがつかないようにきちんと洗ってから作りましょうと言われているのはそういうことだったんです。ですので、脂質を含んだ卵黄単体では泡立てることが難しくなっています。先ほどのボールの底にホイッパーを当てながら 泡立てないように混ぜてくださいと言っていたのは泡立てた卵白のタンパク質のアルブミンとグロブリンが空気を抱え込みやすいのでもし泡立てて焼いたら熱膨張によって卵焼きがまばらに膨らんで形がデコボコになって見た目が悪くなって食感がゴワゴワして悪くなるからだったんですそういう意味で卵黄と卵白で構成されている成分が違うので卵を混ぜる時にしっかり一体化させておかないと固まり方にムラが出て食感が悪くなる 見た目もまだらで悪くなるのでしっかり混ぜ合わせる必要があるというわけになります直接卵に調味料を入れてもいいのですが別のボウルで調味料を完全に溶かしてから卵液に調味料を加えることでムラがなくなります鰹だしはこのメーカーを使いました殻や混ぜ残しの調味料がないようにザルでこしていきます こんな感じで泡立てずに、黄身と白身が完全に同化していたら大丈夫です。今回のレシピのある食材というのが、このおフになります。お麩をミキサーで砕いていきます。お麩を使うことによって、だし巻き卵にだしをたくさん閉じ込めることができます。ちなみに、おフはハンバーグにも使ったりするのですが、お麩はパン粉に比べて、水分の吸収率が1.5倍から2倍ぐらい違うので、その分、肉汁が外に逃げにくくなるのを防ぐ効果があります。お麩を入れてから一気に混ぜると、 オフが宙に舞って作業場が汚れるのでオフをホイッパーで卵液に沈めてから卵液とオフを一体化させていきます。 出し巻き卵を巻いていきます事前に準備するものは油に浸したキッチンペーパーと加工されている卵焼きになりますプロが使う銅鍋は難易度が高いので加工されている巻き鍋を使った方が楽だと思いますちなみにこの巻き鍋の大きさは1 5セ c m × 1 8センチでニトリで購入させていただきました加工されているフライパンを使うときは腹焼きすると加工が剥がれやすくなったりするので火をつける前に油を入れていきますちなみに鉄フライパンを使う場合は吸着水を飛ばさないと 食材がフフラライイパパンンにくっついたたりりするのでをを温めてから油を入れたりしますまんべんなく油を引いたら弱火から中火で巻き鍋を温めていきます。巻き鍋が温まったらこうやって油がサラサラと流れるので余分な油を戻してから卵液を入れていきます。まずは処理していないだし巻き卵から作っていきます。一回一回卵を薄く引き伸ばして完全に固まってから巻いていきます。卵をしっかり混ぜてなかったので白身と黄身が分かれてデコボコしてまだらも 模様になって見た目が悪くなっています。巻いたら油を引いて同じ作業を繰り返していきます。 完成しましまた見た目は一見美味しそうに見えますよね断面を見ると分かりますが一回一回薄く引き伸ばして完全に卵が固まってから巻いているので水分が蒸発して空洞ができてパサパサになっています白身も目立ちますね次は卵を巻く時にどう力を入れたらいいのか分からなくて失敗するパターンですね右手と左手の使い方が分かっていないと卵の形が崩れてしまいます 最後の失敗パターンとして火力が強すぎ問題ですね火力が強すぎて卵を入れた瞬間に卵に火が入る前に表面が焦げて気泡が出ています水分が蒸発しすぎて食感がバサバサになって見た目も悪くなります 処理をした出し巻き卵を作る前にキッチンペーパーを使って左手と右手の使い方のシミュレーションをしていきたいと思います慣れていないとこうやって手首を使って返しがちなんですけどこれだと卵がチャーハンを返すみたいになるので卵が宙に浮いたりして安定して返すことができません安定して返すには手首で返すのではなくてどちらかといえば腕や肩を使って遠心力を使って卵を持ち上げて返していきます遠心力を使い卵を立ててあとは巻き 鍋を下ろす時に自然に手前にパタンと倒れるイメージですね。 慣れていないと右手を使って巻きがちなんですけどあくまでも右手は卵がぶれないように添えるイメージになります腕と肩を使って遠心力で卵を立てて右手は軽く添え手前にパターンと倒すこれを頭に入れながら巻いていきます色々な失敗例を踏まえてポイントを押さえながら作っていきたいと思いますまずは慣れないうちは横に濡れ布巾を置いておくと巻き鍋が温まりすぎた時にすぐに冷ませて火の入りすぎを防ぐことができます油を引いたら弱火から 中火で温めていきます。 巻き鍋が温まったら余分な油を戻してから卵を入れていきます。最初の失敗例みたいに卵液を少量入れて薄く伸ばしながら巻いてしまうと水分が蒸発しすぎて見た目と食感が悪くなってしまうので卵液を多めに入れて3、4回ぐらいで卵液がなくなるように巻いていきます。こうやって気泡が立ちすぎたら巻き鍋が温まりすぎている証拠なんでその時はすぐに濡れ布巾の上に乗せて冷ましていきます。もし端っこが剥がれにくかったらこうやって端を使って剥がしていきます。 卵は余熱でどんどん火が入っていくので表面の卵がまだ緩い半熟の状態で巻いていきます遠心力を使って形を整えながら巻いていきます卵焼きに比べてだし巻き卵は出汁が入っている分水分が多くなって破れやすくなるので右手で巻くのではなく遠心力で巻くことが大切になってきます 油が少なくなったらくっつきやすくなるので奥に油を引いて卵を奥にスライドさせてから手前にも油を引いて卵を置いていない部分に火を当てて巻き鍋を軽く温めてから卵液を入れていきます 卵液を入れたら、だし巻き卵を浮かせて卵液を下に流していきます。下に流すことによって最初に巻いた卵に火が入りすぎるのを防ぐことができます。気泡ができたら箸で潰してあげると形が綺麗になります。あとは同じ要領で巻いていきます。 3回目ぐらいになると2回目返す時に中途半端な幅になってうまく返せなくなるのでこうやって優しく奥にだし巻き卵をスライドさせてこうやって余白を作ってから返していきます 巻くたびにこうやって手前に傾けることによって梨巻き卵の重さで形がある程度きれいに整えることができます。 これで最後ですね最後は特に見た目に影響してくるので表面滑らかに綺麗に巻けるように意識します香ばしく仕上げたい場合は一番最後だけ火を強めて焼き目をつけることによって中身はジューシーそして表面は香ばしく仕上げることができます 見た目が美しいですね。卵が温かいうちであれば、ある程度形を整えることができるので、最後に巻き杉で形を整えたりするのですが、巻いてる時に形を整えながら巻くと、最後の形を整える手間が省けるので、洗い物も,も減って、より温かい状態で召し上がることができます。ジューシー卵焼きの完成でございます。これ、信じられないぐらい、プルプルでうまいです。一応見た目の違いを載せておきます。同じ材料を使っても、全然見た目が違ってきますね。 最後に切ってて盛り付けていきます切った時に断面を気にされる方は切るたびに包丁を拭いてあげると断面をきれいに仕上げることができます。 だしが溢れてきて止まらないです。卵液を多めに入れて巻いているので、ふっくら仕上がって中身がぎっしり詰まっていますね。これぞだしを巻いている卵焼き。だし巻き卵ですね。お腹空いてきました。いやー、美味しそうですね。いただきます。いや、うんまなにこれもうめっちゃ肉うまやない いや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 、もうレベルが違いますね。まず、お麩が入っているので、時間が経っても、だしが蒸発せずに卵の中に残っていて、時間が経っていても最後までジューシーですね。それでいて、しっかり卵を混ぜているので、見た目が綺麗になっていますね。そして、巻く回数を少なくして、火の入り具合を調節しているので、もうふわとろ具合が半端ないですね。余っただし巻き卵は、後でゆっくりいただきます。いやー、今日もめちゃくちゃ美味しかったです。 食材に感謝。ごちそうさまでした。はい、それでは。 いたまえのだし巻き卵。いかがだったでしょうか例えば友達からこの本いいから読んでみてと勧めてもらったりすることはないですかお勧めしてもらう対象は参考書や小説、人や YouTube、何でもいいんですけど、いい人で真面目な人ほど友達が親が先輩が勧めてくれたから最後まで読まないといけない。自分も好きにならなければいけない。理解できない自分が悪いと思ってしまいがちですけど、あくまでもそのお勧めしてくれた本や人や YouTube はその人にとって参考になったりぴったりハマったもので今のあなたに参考になったりぴったりハマったりするとは限りませんもしかしたら自分にはもっとわかりやすいもの簡単なものがいいかもしれませんし逆にもっと難易度が高い方が面白いかもしれません難易度が高い方ならまだいいんですけど例えばおすすめしてもらったけど今の自分にはちょっと難しくて直感的に面白くないと感じているのにそこに抵抗して理解できない自分が恥ずかしかったりもするから 無理に理解しようとして嫌なのに最後まで努力して読もうとしたりするとおかしくなったりします。でもよくよく考えてみるとおすすめしてくれた人があなたより得意な分野もあればあなたより苦手な分野もあったりします。それがたまたまあなたが苦手な分野だっただけだったりします。だからおすすめしてくれる人は親切心でおすすめしてくれている人が多いと思いますのでそれにはありがとうと感謝をしてでも変なところで気を使わずに直感で面白いと思ったものは 受け入れて面白くないと思ったら捨てる勇気を持つこともとても大切なことだと考えていますとにかく相手軸で考えるのではなく自分軸で考える自分に必要なものは受け入れ必要じゃないものは思い切って手放すシンプルに考えて気楽に楽しく生きたいものですねこの動画が良かったらぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします今日もご視聴ありがとうございました